地球の国全部行く平日限定1万円で JR 東日本の新幹線が乗り放題のキュンパス、通常東京から新青森まで新幹線で往復すれば3万5000円ほどかかりますが、キュンパスなら1万円。2月の平日、実際に青森岩手に日帰りで行ってきました。キュンパスの詳細について、そして実際の日帰り旅行の様子をまとめましたのでご覧ください。キュンパスとは JR 東日本の期間限定お得なチケットのことで、平日限定1万円で新幹線含めて JR 東日本の鉄道が1日乗り放題となります。出発日を指定し、14日前までにウェブサイト駅ネットから購入します。岩手、青森に行くには最速新幹線はやぶさが便利なのですが、指定席はすぐ満席となり取りにくいですよね。はやぶさの指定席が満席で取れなくても青森に行く方法があります。この方法を使えば朝6時の新幹線に乗り、9時過ぎには八戸に着くことができますので、ぜひ最後までご覧ください。朝4時半に起きて私鉄に乗り新宿駅に到着。ここからキュンパススタートです。では行ってきます。東京駅に到着。東北新幹線で青森八戸に向かいます。東京駅6時32分発はやぶさ1号に乗って八戸に向かいたかったのですが、指定席が満席で取れず、その後のはやぶさ指定席も満席なので、ここで裏技を使いました。まず東京駅6時4分発やまびこ51号の自由席に乗って仙台に向かいます。日によるとは思いますが、このようにやまびこ51号の自由席は東京駅からだとかなり空いているので、4人以上でも十分座れますね。前日夜に OK で買った300円弁当を食べて仙台まで休憩。これから慌ただしいので2時間眠りました。7時58分、仙台駅11番線に到着。ここで降ります。すると5分後、すぐ隣の12番線に東京駅6時32分発のはやぶさ1号が到着します。はやぶさは仙台を過ぎると指定席券がなくても立ち席として乗車できるのです。さらに席が空いていれば指定席に座ることができます。実際かなり混んでいましたが、1人分空いていて指定席に座ることができました。盛岡を過ぎると雪景色が綺麗で最高です。大風の影響で少し遅れて9時半ごろ八戸駅に到着です。ここから八戸線に乗り換えるのですが、1時間に1本の八戸線が新幹線の遅れを待っていてくれました。ちゃんと連携が取れていてありがたいですね。青森ローカルワンマン列車の八戸線に乗って海に向かいました。約15分で睦港駅に到着。キュンパス利用の観光客がたくさんいてびっくり。睦港駅から歩いて10分、八戸酒造に到着。1775年創業、日本酒を作り続けて250年の伝統的な酒蔵です。2021年には世界酒蔵ランキングにて1位に輝きました。40分間の酒蔵見学は無料、その後の試飲は500円です。まずはビデオを見ながら酒造りの様子を学びます。外に出てきました。屋号、山に星、右上の丸が星です。赤レンガの酒蔵はモダンですね。30種類以上の日本酒を生産、年間30万本、世界30カ国に輸出しております。こちらの蔵は文化庁登録、有形文化財に認定されたとのことです。木のぬくもり、古びた感じが癒されます。さてお待ちかねの試飲タイムです。貴重な生酒をその場で抜煎してくれて感動。4種類の生酒とブランデー樽で発酵させた特別なお酒を堪能。一升瓶4本ほどを発送していただき、家で飲むと最高でした。次は駅前にある八戸市魚菜小売市場へ。朝10時までは市場で売られている刺身やおかずを買って、奥でご飯と味噌汁と一緒に定食のように食べることができます。市場の新鮮な魚とご飯に味噌汁、最高ですね。すぐ近くにある刺身海鮮丼で有名な港食堂に行ってみると20人以上の大行列だったので諦めました。
食べログ3.76 はすごい。漁師の漬け丼食べたかったな。次の電車までにまだ時間があったので立花公園へ行きました。まずはグレットタワー港の見晴らし台へ。新田川と真淵川が合流して太平洋の海へ注いでいます。雪が積もった街並みと海のコントラストが綺麗で最高です。隣にある港体験学習館みなっちは東日本大震災の震災伝承施設です。震災タイムトンネルを進むと当時の災害をまとめた津波アーカイブや八戸市防災マップ、防災グッズなどが展示されていました。さて、睦港駅に戻り八戸線に乗って八戸駅に戻りました。次の新幹線まで時間があったのでイカ飯屋芳林でランチ、イカ飯とせんべい汁をいただきました。八戸名物のイカにもち米をたっぷり詰めたイカ飯はもちもち感があって最高。せんべい汁は野菜やこんにゃくなど具材たっぷりで、せんべいは弾力性があって柔らかくもちもちしていてうまかった。塩味の汁は最後まで熱々で最高です。八戸駅東口、モダンな駅で綺麗ですね。さて、はやぶさ24号で盛岡駅へ。住宅街を東に向かうとどうしても食べたかった福田パン本店に到着。ふわふわした柔らかいコッペパンに好みの具材を挟んで食べます。一番人気はあんバター。いろいろな種類の具材を挟んだコッペパンは美味しくて何個でも食べられます。大谷選手もよく食べたという福田パン最高でした。お次は盛岡名物のじゃじゃ麺を食べに行きました。コージャンのじゃじゃ麺は平麺が特徴的で、麺の上にきゅうり、ネギ、ニンニク、生姜に紅生姜と自家製味噌がたっぷり。熱いうちに混ぜ混ぜして食べると激うま。麺がもちもちしていて味噌とよく合う。食べながら自家製味噌をさらに追加、ラー油、お酢、からし醤油を加えると辛みが増してさらに美味しくなります。食べ終わると100円のチータンタンをオーダー。生卵を自分で溶いて店主に渡すと茹で汁を入れてくれます。溶き卵のスープ、チータンタン、自分で調味料を入れて味を整えます。これがうまい。じゃじゃ麺を少し残した状態でスープにすると最高ですよ。店を出ると飲み屋さんの看板が下から上にずらーっとってちょっと高すぎないですか。地上5階までそびえる店の看板、上の方の看板は小さすぎて読めないです。盛岡駅に戻り山彦66号で水沢江差し駅へ。大滝栄一の出身地なので代表曲君は天然色が発車ベルに使われていました。わざわざこの駅に来たのは大谷翔平選手の出身地だから。駅前の奥州市伝統産業会館では南部鉄器の紹介よりも大谷選手のグッズが人気です。大谷の手形から作った手の像と握手。展示はこれだけですが私としては大満足。また水沢江差し駅内にある奥州市観光案内所でも大谷グッズや新聞記事が飾ってあり、大谷巡礼として水沢江差し駅は外せないですね。やまびこ63号に乗り再び盛岡駅へ戻りました。盛岡城跡公園の脇を通りながらライトアップしたトンネルをくぐり岩手銀行赤レンガ館へ。100年以上前に建てられた建物は内部もモダンですね。江戸中期に建てられた桜山神社を参拝して大通りを進み盛岡駅方面へ。それにしても腹が減った。岩手の地酒を飲みながら美味しいものが食べたい。地元民がよく行く店を事前に調べておいたので何軒かはしごしよう。四季折々の創作おでんが楽しめて地酒もうまい根菜屋へ。一人なのでなんとかとお願いしましたが予約で満席で断念。魚店が営む居酒屋富八商店はおまかせを頼むと
食べきれないほど出てくるそうですが、ここも満席、入れず。旬の食材にこだわった一品料理や焼き鳥、焼き豚が味わえる居酒屋すみや、ここも満席、2時間待ち。他にも数軒回ったけど、どの店も満席で一人でもダメとのことで残念。もうクタクタで空いていたこの店に入りました。村上屋バッケ店は、吹きの塔の天ぷら、小前焼き、生こす、菊酢は白子のことです、砂肝唐揚げ、地元の料理がどれも美味しくて地酒にもよく合い美味しかったです。おかみといろいろ話もできてよかった。締めは駅前の焼肉店清楼閣で冷麺をいただきました。冷麺大盛り1200円です。韓国冷麺はそば粉を使っていますが、盛岡冷麺は小麦粉で麺を作ります。手打ち麺はかなりの太麺で硬くてうまい。具材はゆで卵、牛の干し肉、大根キムチ、白菜キムチ、追いキムチ、そして大きな梨が入っていて、これがうまい。牛骨やすね肉でじっくり仕込んだスープも最高。清楼閣の冷麺、太くて硬くて具材やスープもうまい。締めとしては最高でした。最後に盛岡駅駅ビルの地下スーパーでお土産を探すと、ナマコ、クジラの刺身などがありました。秋田名物きりたんぽが安い、比内地鶏スープとセットで買いました。キュンパスを持っていると、特定の土産品が割引になったり、ニューデイズの割引クーポンももらえたりと、お得な特典もありますよ。盛岡発、東京行きの終電、はやぶさ48号に乗って東京へ。2時間ぐっすり眠って、23時過ぎに東京駅着。新宿に23時30分着で、キュンパスの利用はここで終了しました。さらに私鉄に乗って0時過ぎに帰宅。いやー、約20時間のキュンパス日帰り旅行は充実して楽しかったけど疲れました。通常なら運賃4万2000円のところを、キュンパスなら1万円、3万2000円も得しました。金曜日は特にキュンパス利用者が多く、指定席がかなり取りづらいため、できるだけ金曜日を避けた方が良いですね。青森岩手は今までなかなか行く機会がありませんでしたが、キュンパスのおかげでお得に行くことができました。たくさんの観光客が東北を訪れているので、東北のためにもキュンパスは良いイベントですね。以上、ご視聴ありがとうございました。